こんばんは。居酒屋一郎太店主杉本太郎一です。本日も5月5日、店を開けてみましたが誰も来ませんでした。ステイホームです。仕方ありません。それでもわらびの火を消さないように頑張っております。ぜひコロナウイルス収束のりは孫屋一郎太よろしくお願いいたします。今日は分かりますか、マルエツで買ってきた半額の商品をつまみに夜ご飯と一杯飲むことにします。このお酒見えませんか。このお酒は変わったお酒で、原酒を炭酸で割る日本酒ハイボールです。とっても美味しいです。また皆さんが来たらぜひお勧めしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、本日も皆さんお疲れ様でした。良い夢を見てください。さよなら。